陸上競技会ではあまり目にすることのない競技ですが、200メートル後半の強化や400メートルの基礎走力の要請として普段のトレーニングに広く採用されている距離です。注目は今年のインターハイで200メートル400メートルの中国を制した児玉瑞希さん。今日のスピードとスタミナを武器にこの国体300メートルも制することとなるでしょうか。今大会100メートル400メートルリレーにも出場しています。皆様に登場。
間38秒4分2着800メートル予選最終5組。8秒46をマーク。今年のインターハイで 200m、400m の2冠の選手です。小島さんは5レーンに入ります。続くのが6レーン、埼玉の山内そよさん。予選で39秒08をマークし全体2位。そして瀬田春奈さん、神奈川。こちらも全体2位の記録、39秒08をマークしました。瀬田さんは4レーンに入ります。本大会初採用のこの種目、初代女王に輝くのは誰か。BA300m 決勝、選手を紹介します。9レーン、江原瑞優、広島。8レーン、高坂美優、山形。7レーン、鮫澤聖果、北海道。6レーン、山内そよ、埼玉。5レーン、小島ゆづき、京都。4レーン、瀬田春奈、神奈川。3レーン、井出口ひなり、福岡。2レーン、中尾ゆづき、兵庫。今日の出場で少年女子 A300m 決勝。時間38秒49。
2着鮫澤さん北海道、39瀬田さん神奈川、39秒05、4着山内39秒34、6着中尾さん兵庫39秒37、7着赤坂さん山形39秒4。